包括連携協定は行政サービスが行き届かない分野で自治体が企業と協力しながら地域課題の解決を図るもので、高知市と高知生協が協定を締結しました。高知生協では現在市内の1万3000世帯が宅配サービスを利用しています。協定を結ぶことで宅配時の高齢者の見守りや道路の異常発見、また生協が実施している食料品などの寄付活動で得た生理用品の提供など7つの項目で連携します。協定をもとにより、ね、実践的にその組合さんというか地域の皆さんがこう高知で暮らしやすくなったとか、こういうことに困ったことが解決できたとかですね、そういった実践をですね、これから積み重ねていく、そのために協定を結んだというふうに思っているので。高知市が包括協定を結ぶのはこれで15社目だということで、高知市は行政が行き渡らない部分でネットワークを生かし協力してほしいと期待を込めていました。